稲長三郎は、日本の実業家、政治家、稲政党創業者で、同社代表取締役社長を務めた。初代常名市長、常名町長などを歴任。愛知県北郡常名村で、第五代目鎌本の稲初の進むの長男して生まれる。旧名、稲長太郎。東京中学校を経て、1912年、東京高等工業学校養業科卒業。 1918年帝国ホテル連が製作所技術顧問。1924年伊那政党設立、同社常務取締役。1929年常名町会議員。1935年西野浦政党設立、同社代表取締役。1939年伊那政党代表取締役社長。1951年4月。 常コ町長に初当選。1954年4月1日、常コ町は、鬼崎町、西の浦町、大野町、三和村と合併し、常コ市が成立。同年4月に行われた市長選で当選し、初代市長に就任。1955年3月5日に退任。1959年乱寿法省受賞。1961年根時法省受賞。 1963年稲政党、代表取締役会長。1965年君四頭髄法省受賞。1972年株式40万株を、常名市に寄付し、常名市名誉市民第一号に推挙される。同年相川武雄、田所義明、山内俊吉、森本寛一らと共に日本セラミックス、協会名誉会員の称号を受けた。 1976年稲政党取締役、相談役。1980年10月10日、死去。90歳没。明日の10月10日は、床滑氏により、塔と明かりの日と定められた。イナックス第5代代表取締役社長を務めた、中高の祖、稲照造は三男で、その妻は、トヨタグループ創設者、豊田咲吉まって、豊田佐助の娘、節子。 ありがとうございます。